はい、続き3です。本家の浜岩先生。ということだね、人間たちの言うことは嘘でないことは多いですけども、ちっちゃく言ってて、もっとその上の創業者がいてね、アマゾンさんが1番長者とか、ビル・ゲイツが2番とか、投資家の3番とかね、あれ全部だから僕の方が上ですから、創業者、実際はね。だけども、お金を与えてると。僕よりか下なのにね。で、僕のところにはお金一切出さないわけですね。ね。そうやっているわけです。で、天皇とかエリザベス女王とかいうのも、本物王様って私、貴族いるんだけど、人間たちが作ったその偽物でやってるわけですね。それで、それにお金を払ったりして、ね。本物に私は人間たち一切払わないわけですね、本物です。逆に始末しようということで動くわけですね。だからそうやって世界中生きてまして、ノーベル賞もね、ギネスブックもこれ全部私が入れようと思ったものが上があって、全部不正ですね。だから全部上を持ってるわけですよ、私の方で。これ全部人間たちの嘘ついて一番だって言ってるわけですね、長者番付でも。それでお金を人間たちは与えてる。国家試験もね、下のレベルは大したことないけども、まあ上のレベルは全部八百長ですからね。まあ下のレベルも八百長って言った方がいいですかね。厳密に言うと全部八百長なんですよ、国家試験ね。だから全く意味なくて、実際の仕事ができるかでね、やるんだけども、全部人間楽に稼ぎたいということで、全部お金を渡してるわけです。人間たちは全部ね。で、それを取り締まろうとすると、警察、人間たちは警察に言うぞって言って、ね、捕まえてもらうぞということで捕まえるわけですね。ってくるわけです。だからその力があるから、悪いことを抑えられないんだけど、悪いことを抑えようとすると、警察、人間の警察の場合は悪いことでも動くわけ、両方動くんですね。悪いことをね、に人々の悪いことを、ね、は聞くわけ、団体のね、言ったら悪いことでも動くわけですね。で、また犯罪を取り締まることもするんですけども、これはもう半分以上怠けてるわけですね、自分たちの都合で。まあ少しはやらすんですけども、ほとんどやらないというですね、やってないのが役所の事実ですね。で、逆に多いのは、その犯罪を取り締まる本当の役所に対して捕まえようとする力、勢力、これにを雇ってるんですね、警察とか政府とか人々がね。だから人々が悪いことをするのをやりたいよ、不正で生きたくて楽で生きたいよということで雇ってるのが役所と警察とか、そういうんですね。人々が雇ってるボディーガードなわけですよ。人々がやりたいことね、不正やりたいとね、それで雇ってるのが政府なのね。だから本当の役所じゃないわけですね。まあ犯罪も捕まえてもらうわけですけども、悪いことで自分たちの不正を、不正の護衛として雇っても政府がっていう両方あるわけですね。だから人間たちの警察、政府っていうのは本当の役所でもないし、警察じゃないんですよね。言うなれば悪いことをするのに雇われてる人々のね、人々がやるんで、それに月謝払ってるっていう、月謝じゃなくてお金払ってる、税金で払ってるっていうことですね。で、動いたのは、役所ってのは人間たちで動いてますから、役所は動いてるじゃないんですよ。人々の団体のね、し、あの、め、あの、雇われて動いてるわけですから、人間たちね。で、本物の役人っていうのはね、違うんですね。人々に対してね、私の本物の場合は、本物の役人っていうのは、人々がね、自分のこっちの王様のために動いて命令するわけですね。ね。
人々の話は聞かないわけですね。王様の生き方、強楽、ね、お金、マネー、財産増えるように、健康に生きれるようにということでね、働かすわけです、人々をね。これが本物の役人なんですね。だから本物の役人っていうのは、人間たちは嫌なんで、自分たちで作った偽物、天皇とかイギリスエリザベス女王とか大統領とか総理大臣でね、選挙でやって自分たち人間たちが選んでやらしたい人にだけやらすってるわけですね、不正にね。本当の場合は違うわけです、本当の王様っていうのはね。でそれで、私本物と本物の王様役人と人間たちとの、摩擦ができてるわけですね。で人間たちの場合はもう完全に拒否してるわけです、本物のやり方は嫌だよということですね。まあ男と女とか性別と同じなんですよ、本物の王様っていうのはね。体も違うしね、ジオワリとかミツバチとか違うでしょ。同じ人間とも違うんで、私と人間たちとの能力全然違いますからね。そうなってまして、で私は本物だからあんまり気になかったら人間処分しちゃうし、全員ね、それできるからね、そういうことをよく知ってないといけないということですね。本物王様が力多いから、私ね、天皇とかイギリスエリザベス女王は人間の王様だから全然人間と同じ力しか持てないわけですよ。団体の力つけてるだけなんで ね、こちらは本物だから気に入らなかったら長くそんなことやったら人間処分全員できるから ね、自然のそういう決まりがあるわけ、力は決まりみたいなものようにできてるわけです。昆虫ででもできてて違うでしょ。だからまあ反することはできるだろうけど、あんまり長く反するような人間たちの動きをしてたら人間全部処分しますからね。でそれができますか。